こんにちは。改めて連絡の方を申し上げます。まあ、今回はですね、他の方にも見ていただきたいので限定公開という形ではなくて、あえて、お名前も入れずにですねメッセージをお送りします。まずはですね、これからビジネスを始めていく、要するに商売をするわけです。人に物を売る、そういう行動の連続です。でその中でもですね、私こういう側面がある経験の方に対して今回特にメッセージをお送りしたいと思います。ご自分で目の前の人に物を売ったことがない方、いわゆるですね、お金をもらいっぱなしの人生を送ってきてしまった方々です。具体的に言うとですね、事務職とか、営業ではないサラリーマンをされている方とか、例えばね、コンビニでレジを売ってるとかね、スーパーでもレジを売ってるって方っていうのは、人に物を売ってないですよね。これを、商品をお勧めして、その商品がどれだけあなたに必要なのかということを、まあ、お伝えしてですね、お客様に納得していただいて、要するにお客様に信頼していただいて、気に入っていただいて、人間性丸ごと商品っていうのを売れるんですよ。だからその経験がない方、例えばね、銀行にお勤めの方もそうですね、銀行の営業以外の方っていうのは基本的に物を売らずに、勝手になんかお客さんが来てお客さんがお願いしますって言ったのを粛々とこなして給料が会社から出ているという形になります。実はね、介護職とかもそうなんですよ。医療機関もそうなんですけども、まあ、お客さんがわざわざやってきてですね、で要求した支払いを自動的にしていくとか、お客さんがですね、患者さんですよね、医療機関はそうですよね。で介護職ってのは実は私もやってるんではっきり言いますけども、すごくタチが悪くって、作業、決められた作業をしてると誰がお金払ってるか分かんないけど給料って入ってくるんですよね。で目の前の、利用者さんがお金払ってるかって言ったら、まあ払ってる人もいるんですけども、ほぼ払ってないんですよ。それは介護保険というものが賄われていて、介護保険っていうのは国民から、40歳以上の国民から強制的に回収してるんですよね。だからお金を払うことが断れない人から、もう強制的に無理やり引き剥がしたお金を分配してるっていうのが介護っていう世界なんですよね。私も介護職員やってますけど、お客様にいくらくださいって言ったことっていうのは本当少ないんですよ。まあ有償運送とかね、有償のサービスに関しては請求を上げてお金を振り込んでいただくってことを私やることはありますけども、まあでもね、一般介護職員されてる方でお客様にセールスをしたりとかお金をくださいっていう経験はないと思うんですよ。私はやってきましたけどね。なぜならこっから次の、マインドブロックを外す、マスターマインドになってきますけども、あらゆる人が物を売ってもらわないと困るんですよ。あらゆる人っていうのは物を売ってくれないと生きていけないんですよ。ここに気づかなくてはならないんですよ。その人が、お客様が問題を解決するためとか、より豊かになるために何かをお金を出すんで売ってくださいっていう、そういうふうな、ね、衝動とかね、そういうふうな願望っていうのは常に持ってるんですよ。お金を1円も払わずに一生を過ごしたいなんて人はいないんですよね。それ無理だから最初から分かってるんですよ。いいものにはいい価格が価格がかかってくるってことは理解してるんですよ。だからちょっと美味しいもの食べたいなと思ったら必ずお財布持っていきます。お金を払うことが前提で動くからなんですよ。もうすべからくですね、人っていうのは物を売ってもらえる、物を売っていただけるんで問題が解決できて、上をしのいで着るものを着て住まいに住んで、家賃を払いますから住ましてくださいって形ですよね。でここに立ち返らなければならないんですよ。販売者っていうのは、物を売る人っていうのは本当に世の中のために売ってあげてるんですよ、実は。だって物を持ってる人が、そしてサービスを提供する人が一切売りませんってなったら、世の中の人って死んでしまいますよ。死ぬんですよ本当に。じゃあスーパーに行って物を売りませんって言ったら、本当ね、昔の戦時中の配給みたいなことになってしまいます。お金を出しても売ってくれない、まあ闇市っていうのがありましたんで、お金を払えば結局は売ってくれたんですけども、お金を出しても売りませんよってなったら世の中の人みんな困りますよね。我々も困りますよね。ということは、我々は人間っていうのはですね、必ず物を売ってくださいっていう衝動を常に持ってるんですよ。そこに対して物を売ってあげる立場の人、サービスを売ってあげる立場の人っていうのは本当に神様なんですよ。これ神様です。うん。こういうふうな気持ちでビジネスって進めるんですよね。でも注意しなければならないところ1点あります。必要のないものを売ってしまえば迷惑になるってことなんですよ。じゃあですね、ターゲティングってものがあります。お客様を誰かに決めなければならないんですよ。何かに困ってる人を見つけた時に、その人はどんなことだったらお金を払ってでも解決したいかなっていうのが正確に汲み取れた時に、その商品を目の前に置いてあげてください。
ぜひ売ってくれって向こうから言ってきますんで。で、その商品を探すのが我々の仕事なんですよ。手元にあるものをお金がいるからっていう理由で無理やり売りに行ったらダメなんですよ。そうではないです。誰が何を必要としてるかっていうのは常にですね、常に耳を傾けていかなくてはならないんですよ。だから人の悩みを聞いてあげるのがスタートラインになってきます。人の悩みが分かる、友達の悩みが分かる、親や子供の悩みが分かるから、その大切な人のためにこの製品があるよと言って売ってあげるんですよ。提供してあげるんですよ。素晴らしい、立場なんですよね。ビジネスっていうのは、商売っていうのは、お殿様ですらですね、江戸時代のお殿様ですら商人から物を買うわけですよ。豪華な壺をくれませんかっていうふうにして、でお金で売るわけなんですよ。お腹が空いた人はお米を売ってくれませんかって来ますよね。ぜひ売ってくださいって来るんですよ。お金がない時は反物を差し出したりとかですね、時には娘を売ってまでみたいなこともありましたけども、まあ現代ではそういうことは許されませんけど、もう欲しければそのぐらいして人っていうのはお支払いするってことなんですよ。じゃあ払えないってのは何かっていうと、その人がお金がないんではないんですよ。お金がないんではなくて、払うに値しないと思われてるからなんですよ。ですから払うに値するものを持っていけばいいんですよ。そうしたらですね、それを手に入れたらお金を失うことよりももっと良くなるんだと思えば必ず買ってくれますよ。うん。それがね、5万円持ってて10万円のものを持ってたら売れるじゃないですか、それは。でも5万円持ってる人に対して3万円のものを5万円で買ってくださいって言ったら売れないんですよ。だからここの見極めが非常に大事です。で、人っていうのはお金がない人って言っても誰でもお金持ってますから。で、お金が本当になかったら今日生きていけないですからね。今日で今日生きてない、そういう人には生活保護って制度があったり、いろんな補助制度があるわけですよ。ということは、誰もがお金を使っていく、毎日のようにお金を使ってるわけなんですよ。ここは商売を今まで経験されたことがない方はこれを理解しないと、罪悪感、売るのに罪悪感があると思うんですけども、売るのっていうのはすごく人のためになってるんですよ。喜ばれるんですよ、物を売るっていうのはね。じゃなかったら、スーパーで働いてる人とか世の中の経営者って皆さんも本当心が痛くてしょうがないですよ。常に物を売ってるわけですから、朝から晩まで。でもいらっしゃいませっていう風に元気に売るでしょ、それは素晴らしいことをしてるんだぞと、寝頃な商品を持ってるんだぞっていうことなんですよ。だからそういう風に考えていただいて、物を売るってことは素晴らしいんだという風に、認識を高めていただきたいと思います。特に今まで自分で自発的に人にお金をくださいって言ったことない方はここです。介護職員さんとかね、お医者様とか、それから銀行員の方ね、物を売ってないでしょ。でもほとんど世の中の人のほとんどが血の出る思いをして、どうやったら物が売れるかな、どうやったらこの人はお金を払っていただけるかなってことをもう四六時中学んで勉強してアンテナを立ててるんですよね。だからそういう意味で、今まで物を売ったことがないとか、物を売るのに罪悪感がある方っていうのは、何か罪悪感を感じる方っていうのはですね、ぜひね、人生を改めてもらいたいんですよ。ほとんどの人っていうのは人に物を、お金をくださいって言いながら物を提供してるんですよね。だからそういうふうな気持ち入れ替えないとビジネスっていうのはできません。商売っていうのはできません。で、これからそれも込みでですね、どうやったらビジネスが喜ばれながら続いていくのかとね、いうことになっていきますけども、それを速稼塾で基礎力とともにお伝えすることになります。はい、ではですね、速稼塾っていうのは3ヶ月のコースです。基本的に2015年の10月にもう募集は終わってるんですよ。私ももうね、あまり人稼がすことも、まあ、そうなんですけども、すごく大事だなと思うんですけども、まあなんか非常に勘違いした方が多いっていうかね、なんか甘いんですよね、本当に。だから心を叩き直すためのマスターマインドプログラムっていうのを提供するだけにしようかなと思ったんですけど、はっきり言ってですね、パッと稼げる方法もあるんですよ。あるんですけども、それは私はあまりお勧めしないです。基本的に、やっぱりね、自分が育って能力がつくからそこにお金と時間を投じて売れていくんですよ。物っていうのは世の中に出ていきます。でこれをしない限りですね、能力のないものが世の中にはびこってしまうんですよ。能力の、何の能力も授けるものがないものって。要するに商品を売るってことは、自分の能力なり誰かの能力をお分けしているって形なんですよね。ご飯食べるときだって、例えばパスタでもいいですよ。スパゲティね。スパゲティってのは、調理人さんが何年も修行して、味にいろいろ苦しみながら、投資をして、時間をかけて、下手だとか何とか言われながら、一つのパスタっていう美味しい商品ができて、その味を共有する、お客さんとね、店員さんが共有するから、
もう素晴らしいお金と時間の賜物なわけですよ。能力の賜物なんですよ。だからこういった正しいものは世の中に広まっていってチェーン店とかになるわけですよね。でもですよ、能力がなくて適当に作ったものをお金も大してかけずにその辺で仕入れてきたものに対してですね、30分ぐらいで作ったものって世の中に広まっていきますかってことですよ。もう食品って言ったら本当その通りです。手間をかけてない、何の能力も詰め込まれてない、何のコストもかけてない、時間もかけてないようなものがそんな多くの人に支持されるわけないです。要するに売れないんですよ。まずいって言われてそこで終わるんですよ。だから他のことも全部一緒ですよ。他のものもね、うん、家にしたって大工さんの何十年という修行の賜物ですよ。で建築工学っていうもう何百年も前から続いてるものもその上にあるものですよね。道路もそうですよ。もう道路だってアスファルトっていうものを持ってきてそれを生成してもうバーッと引いてですね、で測量とかしてとか言ってものすごい能力がかかってるんですよ。他のものも全部そうです。で知識とかノウハウもそうです。何回も何十回も失敗しながらたどり着いて構築したものが一つの輝きを持って一つのノウハウとなってるわけですよね。じゃあそれをですね、例えば安く買おうとか分割にしようとかったらもうその人が血をかけて命をかけてきたその財産をですね、もう完全に下に見ているっていうか、自分だけはお金をかけずに何とかしようかなと、うん、そんなことができるんだったらね、もう誰も苦労しないですし、じゃあ一番お金持ってて一番能力がある人がじゃあそんなことを期待するかと、お金をかけずに何とかしようかなと思うかって言ったら、お金を持ってれば持ってる人ほど本当お金には正直です。払うべきものはきちっと払いますよ。じゃあ我々はお金がない部類ですよ。我々はお金を持ってない凡人です。お金を持ってない凡人。じゃあ凡人が天才がかけたような労力のもうなんかその下っていうかね、もうすごく天才、能力の高い孫さんとかね、そういうふうな大物がやってきたことをすっ飛ばして成功できると思いますかってことですよね。我々はもっともっとやらなければならないんですよ。はい。で、速稼塾の話に戻しますね。速稼塾3ヶ月90日のコースで行います。価格はもう35万円です。で、35万って言ってもわーびっくりって思うと思うんですけども、3ヶ月で35万働けって言われたら働かないと思いますよ、ほとんどの方が。じゃあこれから3ヶ月働いてくださいねと、給料は一括で3ヶ月分35万ですって言ったら、やりますかと。でも私はやりますと。私はやります、それを、ね、誰から見ても高校生の夏休みのアルバイト料だってもうちょっと出ると思うんですけども、まあ3ヶ月35万ね。ただ、まあ、35万なんですけども、私はここにまあ現役でもないってこととね、1ヶ月10万というふうに価格を下げさせていただいて、こういう価格の設定を あえて今、やらせていただくんだったらしようかなと思います。で、な一度に払えないって方はもうぜひね交渉していただいて、例えばもう完全に0円で始めさせてくれってのダメですよ、うん、で覚悟なんですよここは。じゃあ最初10万でスタートして2ヶ月目から、うん、5万かなんか分かんないですけども、まあ、それはね私を納得させるだけの熱意を込めて絶対に私は人生を変えたいんだってことであれば、私もそんなじゃあやめときますってことにはねもしかしたらなんないかもしれないです。ただそれは勘違いしてほしくないのは、私がご利用ししたくてやってるわけじゃなくて、なんか売ってくださいって人のために私が売ってあげてるって話戻りますよね。これで売ってもらわないと困るんですよみんな。で私がこれねお金100万とか200万出しても売りませんって言ったら、この道はもうないわけですよ。ないと。じゃあそうなると時給800円かなんかね月給10万とかのところに働きに行くしかないって話になっちゃいますよね。で私はそこの門を開いてます。まあ、本当は積極的には開いてないんですけども、もう連絡していただくぐらいなんでね、これはなんとかせにはいけんなということで。ただし私も自由な時間を手に入れたのにそれを放棄して、まあ身内とかね家族でもない人のために働くわけですから、高校生のアルバイトぐらいは請求させてもらいます。それはだからね、とことん活用してもらいたいんですよ。私のこと活用していただいて、30万で3ヶ月、まあ、月に10万だったらまあ払って、要するに10万で雇うわけですよ私を、うん、だって月収100万以上稼いでる私を月収10万で雇うってどういうこっちゃって話になりますけども、 OK です。そこはまあ、なんと解釈されると OK ですけども、私はやります、やらせてもらいます。ただね、やるときに
ご本人さんの熱意、まさに決意、そしてそれはどういうことかっていうと努力が必要になってきます。何をするのかって、売ったことがない経験の方が物を売るっていう新境地に入ってくるわけですから、私が言うことをいちいちより好みしてたらもう稼ぐ速度ってすごい遅くなります。だから私がこれをやってくださいって言ってそれをやる人ってのは最短で結果が出ます。それ3ヶ月で100万とかもうすぐ出ますよ、そんなの。ただ人知を超えたものは要求しませんよ。人知を超えたものあくまで普通の人ができるレベルのことを私がおすすめします。だからそれをね、実行していただければ絶対に稼げます。稼げますし、あとは運ですよね。稼げる稼げるって言っても運もあるんですよ。最後は運です。ただ最初から運ではないです。努力でできる部分っていうのは非常に大きくって 99% は努力で解決します。最後の 1% 運が悪い人生もあります。そういう時はもう完全に諦めてください。運が悪かったと、それしかないです。で、教育にはリスクがつきもの、ビジネスにはリスクがつきもので、私もビジネスをいくつかやってきて、運に恵まれずに実力が足らずにうまくいかなかったものの方が大半です。9割はうまくいかないです。でも1個だけがうまくいけば全部を取り戻す。それがビジネスの素晴らしさなんですよ。一発当てると100倍とかになるわけですからね。じゃあそういう意味でこれからインターネットビジネスというのに取り組んでいただきます。インターネットビジネスね。じゃあインターネットビジネスがどういうものか改めてお伝えしますんで、次の動画をご覧ください。